さあ、そしたら先頭から。3体か。まあ武器が武器だからな。ええ感じで順番で来てくれたな。あれ、ちょっとまずいか。荷物がいっぱいだ。じゃあ行ってくるぜと。あれ？喋らんと無理か。明日からか。全然狙してくれんやん、旅立てんし。ゆっくり休むのじゃ。あ、そういやあれも取ってない。土置いていくか。あ、そうか。なるほどなるほど。スッチが言ったんだ。ストーリーの進行で寝れんかったわけじゃなかった。まあ、世界の半分をもらった勇者がおりましたよのイフストーリーっていうことらしい。これでもいけるかな？離さな森かな？じゃあ行ってくるぜ。
倉田トーム来た。ドラゴンウロ。全部やるぜと。あれ、この浄化の噴水持っとこんで待ったか。いつものやつと違うんか。
石の剣。石の剣で勝てるかな。ダメだ。杖、やはり鉄か。あれで鉄が取れるか。何も思いつかんけど、なんでだ。いきなり破壊してもた。
これでもまだ思いつかん？石か。あれだな、後々薬学のやつになるとか、別に前回と同じにせんでもいいんだけど、大倉庫は木材、毛皮、壺が青い油。毛皮がおる。青い油がおる。だるいな、この本。長い。しかも明らかに本の範囲超えとるやろ、これ。いや。壺。で、木材。もうめんどくせえな。木材。
できた。扉があった方が楽だよな。城の復旧は裏でやろうか。紐がないか。崖がない。
知ってるところに戻った方が早いか。ルールがわからんよな。これでロック。石は何ぼあっても足りんな。城を復旧するなら。城の壁。鋼が大体何でできるんだっけ。鉄のインゴットでできるじゃねえか。上質な毛皮は何からだろう。これさえできたらもういけそうだな。
そしたら上質な毛皮を探しつつ、ちょっと、あ、その前に水だな。聖水を作っていかねば。するともういけそうだけど、やっぱり防御が一番だよな。上質な怪我はな。降りそうになかったな。あれ、あ、置いてないのか。一旦仮置き。回復薬があるから、もうこの装備で行くかな。
このマップに上質な毛皮持ちがおらん可能性あるしな。厳しいか。こいつでこんなことならな。薬草いっぱい用意していくっていう手もあるけど、あれこっからかい。ちょっと話していこうか。回復してくれた。ああ、また話してもた。下のやつならどうだろう。
さて勝てるかね。あ、こいつらからなんか落とすアイテムが欲しかったんだよな。ドロドロ石何かに使うはず。いた。薬草一で来てもたか。足らんかな。真面目に行くか、行くかって言うたら途端やられてるけど、2匹はつらいな。全然避けれん。2回攻撃苦しいな。これは勝てんか。やべ。2回攻撃避けれんな。切り株持ってくるべきだったな。これが回復アイテムじゃないかな。鉄。ああ、そしたらちょっと回復アイテム作りに一回戻るか。敵は無理だな、このまま。よし、そしたら一旦ここまでで、もろもろを持って帰ろう。